髪なんだ。今朝僕が倉庫から目覚めた時、寝ていたウッドコンテナに落ちていたんだ。その時は元から落ちていた髪切れだと思って、あまり深くは考えなかった。だからざっと見ただけでこの近くに置いたのさ。でも今はこの紙に書かれた内容を君たちも詳しく読んでおくべきだと思うよ。どれどれ、水耕編。待てよ、水耕って五河川のうちの一人じゃなかったか。この詩にある物語の内容はこんな感じだ。河川水耕は酒に酔い、将軍へ届けるべき歌を盗まれてしまった。この物語、ここ最近どこかで聞いたような。聞いたどころか、まるでお前の昨日の体験じゃないか。すごく面白いと思わない？うん、僕もそう思うよ。この紙を残したのは犯人じゃないとしても、一部始終を目撃しているに違いない。でもどうしてこんなことを。もし目撃者だったとして、なぜ窃盗行為を止めなかったんだろうか。まあまあ、今はそんなに深く考えない方がいいよ。みんな朝から忙しかったでしょ。せっかく稲妻で会えたんだし、これからどこかでパーッと飲もうよ。おいおい、酔いが冷めたばかりだっていうのにまた飲むのか。アルベドはまだ創作が残ってるんだぞ。お前に構ってる時間はないんだ。いや、問題ない。一緒に一杯飲みに行こう。僕のおごりだ。うえ、ええはいいのかよ。前にも言っただろ、僕はインスピレーションさえあればすぐに描けるタイプだって。今その一番重要なインスピレーションを見つけたんだ。それにモデルを作品に取り入れるには、それ相応の報酬を支払う必要があるからね。だったら美味しいおつまみも頼んじゃおうかな。ある年、水耕が天守閣に赴きて歌集を殿様に捧ぐ。されど葵の翁による歌の一枚破れたる咎めを受けに蹴り、水耕は非を認めて曰く、昨晩大酒を飲みき、酔いし水耕ににじり寄るはある影なりけり。さすがアルベド、姿の彩り祭の開幕前に一枚目を間に合わせるなんてな。うん、僕もすごくいいと思うよ。稲妻のスタイルで描かれていながら、現代人の美的センスも兼ね備えている。特にキャンバスの中の僕、熟睡しているにもかかわらず、なんて優雅な姿なんだ。おいおい、人友野郎、あんまり調子に乗るなよ。お前はあくまでモデルであって、絵の中の人物じゃないんだからな。アルベド、次は何を描くんだ。次は五河川の葵の翁だ。アルベド、その絵を描くのは少し待ってからにしない？もしかしたら似たようなものがまた見られるかもしれないよ。似たようなもの？他の五河川物語が書かれた紙切れということだろう。資料によると、流通している五河川物語は全部で4編らしい。だけど今はまだ1編しか現れていない。お前たちはあの紙切れを残した謎の人物がまた現れるって言いたいのか？その可能性はある。それに五河川物語自体にも興味深いことがあるんだ。例えば、河川は5人いるのに、かつて流通した物語は全て4編で1つのシリーズだったこと。ほとんど全ての物語において黒主の独立した小説がないんだよ。うん、それについては僕もちょっと気になるな。でもモンドには風が物語の種を運び、時間がそれを芽生えさせるっていう古いことわざがあるだろう。今はゆっくり待とうよ。彼らの友人。